それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、話題1、うっかり禁止法案出しちゃった。立憲さん、政治資金パーティーやりたそう。セイパ巡り、未だに勝手に苦しんでる模様。わら、話題に X 民さん、政治家議員が憲法を変えることはそれ自体が憲法違反として定められています。コミノが丁寧に説明をお伝えします。それでは記事を引用してご紹介いたします。まず視聴者に訴えたいのは、うっかり禁止法案出しちゃった立憲さんがセイパ巡り、未だに勝手に苦しんでる模様わらなのであります。以下引用。立憲が政治資金パーティーの解禁に苦慮している。自民党の派閥裏金事件を受け、立憲は先の国会にパーティー開催禁止法案を提出した。その手前、党執行部は開催を自粛しているが、同様のムードが党内全体に広がる。だが次期衆院選は来年秋までに迫っており、今後の活動資金に不安が募る。立憲は政治資金規正法改正の議論を通じ、企業団体献金は政策を歪める恐れがあると批判し、パーティーに対しても実態は献金に近いと矛先を向けた。自民の派閥や議員がパーティー収入で資金を確保していることを踏まえた。5月にはパーティー開催禁止法案を国会に提出した。このタイミングで岡田克也幹事長や大串博選対委員長のパーティー開催予定が判明する。現行不一致と批判され、執行部は法案審議のめどがつくまで自粛を申し合わせた。法案が否決された国会の閉会後も、泉健太代表は継続を明言した。以下略、引用終了。全文はソースへ。めっちゃやりたそうでくさ。この話題への X 民の反応がこちら。以下引用。パーティーやってもいいと思う。開催方法と得た利益の形状を変なことしなければね。講演会とか、そういうのでいいんじゃない。もう笑うしかねえな。自分の首ばかりか、仲間の首まで絞めちゃったわけね。自業自得、おとなしく撤回してパーティーを開きなさい。パーティー未満の若手が暴走した結果、幹部が割を食う形に。次回の党の人事で、その若手がどうなるのか見ものだね。立憲は、お金のかかる政治をやっていないのだから、パーティーは必要ないだろう。立憲案を取り下げて、額をすりつけてお願いするなら考えてやらんこともなくもないな。政治資金パーティーで裏金作りをしていたのは自民党。自民党の責任は大きい。政治パーティーは違法って、色つけて騒いでたよね。政治パーティー法法案出してたよね。できへん。自分たちはする気がないことで騒いで、国会を空転さすなや。見せてもらおうか。金のかからない政治とやらを。矛盾しまくりやん。あらあら、おかわいいこと。政治資金パーティー禁止法案を出してたよな。忘れたとはいわせねえぞ。余計なこと言うても疑わあと言ってそうわら。やったらいいのですよ。政治資金としての取り扱いさえ適法ならば、なんだ問題ではない。ただ、政治資金パーティーに反対なんて大言壮語した手前、赤面するほどに恥ずかしいことではありますよね。代表選で、パーティー再開を公約にしたら当選しそうわら。やればよいのに。本当なら収支報告書に記載すればやってもいいんだけど、ええかっこしいで自民に禁止とか言っちゃったから。引用終了。後先考えないから自分らの発言に縛られるんやろうね。ネット民の反応がこちら。賛否の声。以下引用。別にやってもいいとは思うよ。ただ今後自民批判目的ありきでの言動を行うとこうなると自戒したならの話だけど、自民批判目的でパーティーそのものが悪だみたいなレッテル貼った挙句、自分たちだけパーティー非開催なのはハンデだ。は、トーランダルを一度、そういう態度見せたなら、貫くか撤回しろよと。吐いた唾のマントケよ。批判したところはやるなよ。みっともねえ奴らだ。お献金欲しいのを、おうおう。立憲が、裏金の温床になると、やり玉に挙げた政治資金パーティーを解禁するわけないでしょう。ダメですわら、また支持率下がるぞ。こいつら本は。こういう党だから支持率上がらないどころか下がるんだぞ。俺たちのパーリーは、綺麗なパーリーが通用するとでも思ってるのか。自分たちで禁止法案出したんやろ。
お前らだけはダメだろ。あれだけマスコミ使ってまで大騒ぎしておいて、どの面下げて、何を言っているんだこいつら。あれだけ禁止を叫んでいたなら、他がパーティーしても。お前らは、無理だろ、常識的に考えろや。自情自爆、あれですわ。俺はいいけどお前はダメ。開いたら叩くよ。リッツパーティーでもやれよ。とっくにやってると思ってた。反対しかできないって言われてることは認識できているのだから、次はブーメランと言われてることも理解してみましょう。金輪際するなよ、政治資金パーティーに反対したんだろ。もうやめちまえ、回答全員議員辞職議員辞職。はいはい、立ち県のパーティーは綺麗なパーティー。全面禁止とか言ってたんだからやっていいわけないだろ。ブーメランで自滅。今後パーティーはやれないわな。立ち県に解禁はありえない。あれだけ裏金の温床だのと大騒ぎして政治資金パーティー禁止法案まで出したのだから。だせえ。ただただだせえ。自爆したってだけなんだよね。できもしないことをその場の受け狙いでやるところ、民スーントーン政権時代から何も変わってないわら。いい加減真面目に総括やれわら。パーティーじゃなくパーチーだけどダメだにか。まともに考えてないんだよな。引用終了。補足ですが、岡田克也幹事長は7日の記者会見で、役員以外に制約はないと説明した上で、開けば叩かれるという気持ちがあるのではと党所属議員の心情を気遣っている。以上補足でした。自らの首を絞めていくスタイルってのは前から言われていたけど、立憲さんは毎回毎回目先のことしか考えないからこういう事態になるよな。お前らが始めた物語なのだから、立憲さんは散々禁止禁止言いながらできるわけないよな。立法化してないから政府とか考えてるんなら、マジで日本国民を舐め切ってるよな。ところで X 民さん、政治家議員が憲法を変えることはそれ自体が憲法違反として定められています。コミノが丁寧に説明という話題を紹介します。以下引用。湯川玲子さん、政治家議員が憲法を変えることはそれ自体が憲法違反として定められています。閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。日本国憲法第99条の公務員の憲法擁護義務を述べているものと思われますが、日本国憲法第96条、1、この憲法の改正は各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票においてその過半数の賛成を必要とする。改憲の発議は衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議その後の国民投票に委ねる方式のため、第99条の整合性からも議員が憲法を変えることはそれ自体が憲法違反として定められています。は誤りです。役に立ちましたか。引用終了。ネット民の反応がこちら、賛否の声。以下引用。コミュニティノートで指摘されている通り、憲法第96条で国会が憲法改正を発議することを定めている以上、あなたの書きポストは誤りです。最終的に憲法改正を決めるのは日本国民なのですから、そこに訴えればいいのに。こんなデタラメを言ってたら国民は離れますよ。憲法を知らないことは分かりました。日本国憲法第96条では憲法改正の手続きについて、国会で衆参各議員の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。憲法について語るなら、最低限ちゃんと憲法を読み込んで然るべく勉強してくださいよ。え、日本国憲法第96条忘れちゃったのかな。この憲法の改正は各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票においてその過半数の賛成を必要とする。それ多分護憲派が日本国憲法第99条をねじ曲げてありえない解釈をしたものです。馬鹿が引っかかります。日本国憲法には改憲プロセスに国会も関わることが明記されています。第96条。ただし
両議員が関わることができるのは発議まで。最終的には国民が投票で決めることになります。第96条にこの憲法の改正は各議員の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議しってあるのですけど、どこにそんなことが定められてるんだよ。数少ない憲法の条文をちゃんと読め。議員が憲法を変える？憲法は国民投票で変わるんですが知らないんですか？岸田は議論を加速しろと言っただけで何にも問題ない発言だと思いますよ。しっかり記事をお読みになることをお勧めします。私が学んできた憲法とは違うけど、一体どこの国の憲法なんだろう。一定レベルの文意を読み取ることができない大人がネットでは可視化されてしまうな。引用終了。改憲は国会で発議され、最終的には国民投票で決まります。これは憲法の96条に定められている。岸田政権はこれにのっとって改憲の準備を進めているので問題ないと思いますね。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。